はい、皆さんこんにちは、ソラルです。第3回3回目にしてね、結構空いてしまったんですけど、お、あれ始まってる。これでほっとくとなんか始まるんだ、知らなかった。友達がいるんだね。そう、第3回にして結構空いてしまったんですが、まあライブがあったり、あとはなんだ、某イカちゃんの塗り芸をねやってたら、今なんかそればっかりやってて、 SS、 あ、これ覚えてるよ。 SS ランクまではね行ったんですけど、なかなかね S プラスの壁は遠くてね、まあ、そんなことはいいんすよ。今回は前回の続き、犬を捕まえて、マダムに犬を渡して、で、傘をもらうと。っていうのが、とりあえずの目標かな。その辺ぐらいまではいけたらいいな。で、今のところになんか数字をこう、押すところがあったから、これだと思うんですよね、これ。この、マウス映ってんのかな？映ってるよね。4時45分かな。4時45分、多分この4時45分っていうのが、まあ、どこかの伏線になってることは間違いはないので、とりあえずさっきのところにね数字みたいなとこ入れるところがあったから行ってみようかな。でもよくこいつこんな敵のアジトでね、こんな悠長にトコ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 とね歩いてるね。もうちょっとこう危機感を持ってほしいな。いつ帰ってくるか分かんないしね。帰ってきたらまた捕まっちゃうだろうに。で、4時45分だな。結構先だな。長押し。なあ、ダメ。そういう便利な機能はない。4時45分。ほい。ほい。ほい。さすが。さすがです。なんだこれ。あー。からなんだろう、なんだろうね、これね。どっか押す？あ、あー、わかりましたよ。緑、全部緑にすればいいわけだね。もう任せて、こういうのね、超苦手。任せて。あれ？いけんじゃない？あ、え、苦手じゃないわ、得意だわ。全然いけちゃった。カットしないでいいな、これは。スルッといけたね。で、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あのすっぽんっていうやつが必要で、すっぽんっていうやつどこかにあった気がする。こっちだったっけ？もうなんかちょっと前回から少し時間が空いたせいで覚えてない。どっかにあったよな、すっぽん。どこかな？ここにはないか。タバコまだ吸ってるよ。うりうり。はぁ。はぁ、怖い。ここには、ないかな？外行ってみようかな。どっかにあったはず。すっぽんを探そう。すっぽん探して、まあ、この銃みたいなやつ手に入れたから、あ、これじゃダメだよな。この電気みたいなのめっちゃ怪しいんだけどね。これなんもないのかな。なんもなさそうですね。まだいる？あれ、いなくなってるね。あれ、でも上の方にいない？あ、いるね。もう一人は？一人しかいないの、ちょっとこう、あ、違う。爆弾だ。もう仕掛けてある。やば。どうしよう。帰ってきたら怖いよ。そっちの方が怖い。なんでそんな危ないことしてるんだろうな。すっぽん、すっぽん、あ、
こいつか。ちょっと待って、ヒントも見てみようか。傘が欲しい。だけ。いや、多分これだと思うんですよね。こいつ。これを、こう。あれ？ここはもういじれない系ですか？これ欲しいんだよな。ダメ？お。で？ダメ。あれ、ボタンなくなっちゃったよ。どういうこと？あ！消えた！え？え？消えた！え？それは謎。それは謎。ダメだ、これじゃ。こうして、間違えちゃった。むずいな。むずいなっていうか、俺がバカなんだな、ちょっと。こうして、こいつこれ OK。あ、ダメだ。ダメ。2個重なっちゃダメなんすよ。ダメなんすよ。だから、こうして。重ならないようにするには、こうして、積んでる。あれ？前回そんなに苦労しなかったのに、ここ。今日ダメだな。ほい、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 ほいのほい。で、これでどうや？なんだろうね、ここにちょっと出てるのとかなんか関係あんのかな。なさそうだね。これを手に入れるのは間違いないと思う。あ、戻ってきてんじゃん。で、ここにはもうセットされてあるから、ここでピュピュピュってオイルを垂らすと波に来てくれるでしょ。で、上のやつを回収して、どうやって回収するのかな。その磁石みたいなやつで犬をこうピッてすればいいんだと思うんですけどね。前回はここやったけど、なんか特に意味なかったみたいな、そんな感じだった気がするんだよな。で、ほい。あ、違った。くそ。やっぱりそうだね。間違えてるね。あ、まただ。くそ。覚えてない。覚えてないぞ。助けてくれ。こうして。あ、またダメだ。考えてやろう。こうして、こうだ。ほら。で？あ、行かなくていいんだよ。行かなくていいんだよ。どうしたらここ回収できんのかな？わかんないや。なんだろう。どうすんのかな？わからん。じゃあちょっと試行錯誤してみます。わかんねえな。違うよな。あ、これか。あ、これかよ。なるほど。そういうことか。
さっきのじゃないんだ。じゃあこれでいけるじゃん。よかった。いやー、なんかあれだな、先入観にとらわれているギルドダメだね。なるほど。あの荷物を引き上げる磁石になってるところを回収するのかと思ったんですけど、全然そんなことはなかったぜ。全然そんなことはなかった。なるほど。なんか上にくっついてたのを見逃してたのが、逃げなかったんだな。じゃあ、あとは、上に登ろう。あ、違う。ちゃうやん、ちゃうねん。そうじゃないんだよな。違うんだよ。戻ってくんないかな。違うよ。ちょっと、こっちまで戻ったら、戻ってるとかない？ゲームのお約束でしょ、それって。どう？はい。はい。なるほど。くそ。まあ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 、でもね、分かったからね。進めるでしょう。こうやって、悩みながら試行錯誤するゲームだということは分かってはいつつも、やっぱり、すんなり進めないと、くそってなるな。まあそれを楽しむゲームなんだろうけどね。いやいやいや、まあ頑張ってるよ、こんなちっちゃい体で。このロボットのおばさん、ロボットのくせになんか化粧濃く見えるの不思議。で、今度はミスらないようにこっちに回っての上に。オッケー、ほい、登る。で、インクポタってすんのどこで、どこのボタンだったかな。これか。リュウ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 。で、戻るぜ。いけ、降りろ、ナイス。いいぞ。で、これを使う。くらえ。あん、あん、かわいそう。ちょっと乱暴しかも食べちゃったし。よかったー、これで。先に進めるよ。先に進める。で、このワンコをほら、やるよ。かさくれた。あ、捨てられた。仕方ないにせよって感じだな。そんなポイって捨てなくてもいいでしょ。傘出して、おー、犬可愛がってる。なんか人間と変わりないな。可愛い。お、裏側か。いいね、そういう、そういう感じ。完全に絵なのにね。絵の中に、あ、傘飛ばされちゃった。基本的にポイ捨てしていくスタイルなんだな。動き早っ。登っていこう。この塔だっけ、その爆弾仕掛けてあったやつ。来たね、新しいところ。エビみたいなやつと、サザエさんみたいなやつと、カネゴンみたいなやつがいるね。ああ。は。は。ああ。ああ。ひどい。この顔だよ、この顔。かわいそう、なんか。取り返してあげればいいのかな？ああ。なくなっちゃったんだ、その押すところが。おい！ネズミがおるでよ。ネズミを取ってあげたらいいんだね。この3人の楽器を、まあ、取り返したり直したりしてあげること。おお！これは、行きたくない。そうだよね。嫌な思い出あるもんな。なるほど、なるほど。まあ、なんとなく分かったぞ。この3人を助ければ、何かが起こるんでしょう。あ、怒られた。なんだろう、上に何か取れるかな。お、紐。
おお、同じようなやつが。お、五目並べか。五目並べするんだ。だよね。そんなに甘くはないと。どうしようかな。どうだ。だよね。1、2でしょ。1、2、3、4の1、2。頭いいな。頭いいね。こっからどこだったらいける？まあとりあえず、まあそうだよね。どこも行けるところない。1、2、3。まあそうですね。どうよ。あ、くそ。ダメか。気づかれないかと思ったのに。全然普通に気づかれる。どうだ。ああ、全然気づかれる。1、2、3、4。こいつ、やるな。舐めてたわ。やるぜ。なかなか。特にあと置けるところなさそうですね。ここ置けないもんね。あ、勝った。やった やったぜ。じゃあ1個、2個、3個、あとこれで4個か。多分これで、あと1個あるね。よっしゃー。時間まだ大丈夫かな。ホイールくれ。お金よこせ。なるほど。まあ、そりゃそうだ。正当な権利だ。払わざる者食うべからずって言うからな。まあ、とりあえずでもこれで、一人のボタンは、貸してあげられるんじゃない？どう？ほら。やんよ。オッケー。いいね。いいね、いいね。お前足長いね。そして、この子の踊りやばいな。めっちゃ陽気だよ。うるさいって。そんな怒んなくてもいいだろ。あ、こっちは何もないんだったね。とりあえず上かな。うわ、めっちゃ虫飛んでるよ。やだ、そうだね。俺もやだ。あと、二つか。でも、あいつ食ってんだもんな。あいつの口、おデブちゃんの口から回収してあげないといけない。おー、ここは特になんもない。なるほど。またなんか、広いとこ出たね。調べられたり。あ、割るなよ、お前。お、回収できる。どうだ？あ、割っちゃう。割っちゃっていいの？それって。大丈夫？ダメだよね、多分。あ、なんか取ったぞ、パイプ。お前最悪だな。オイルを入れてきてくれんかの的な感じか。はあ、いいやつなのか？
まあ、じゃあ、いい時間なので、まあ、カットも含めて多分20分ぐらいになるんじゃないかなと思います。なので、まあ、なんかマップも広くなってきたので、次回はこの辺から、3人の楽器を取り戻しておじいちゃんのオイルを補充してあげるみたいな感じでやっていこうかなと思いますので、また次回よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。